海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。いわき市の船戸海岸にやってきました。私の後ろでは子どもたちが何やら探し物をしているようですね。子どもたちはみな生き生きした表情。この磯遊びは海面の高さが低い干潮の時に海の生き物を目の前で見たり触ったりしながら生態について学ぶ体験学習です。磯遊びをする時の注意点はどこでしょうか？はい、それは、満潮です。満潮になってくると海の水が増えてきて、磯場に取り残されたり、波にさらわれたり大変危険です。ですので、干潮時に活動をしていて、満潮時まで活動しないよう、よく海の水を見ていただきたいなと思います。私も子どもたちと一緒に海辺の生き物を探してみたいと思います。こちらは貝の一種のアメフラシ。身の危険を感じると紫色の液体を放出するんだそうです。このようなウニなどが見つかるんですね。実際にウニを手に持ってみますと針がずっと動いていまして、これも実際に持ってみないとわからないことなので、子どもたちにとってはいい経験になるのではないでしょうか。今日海どうでした？遊んでみて楽しかったです。なんか海にはアメフラシとか自分でも知らないものがいっぱいあったりしたから、もっと調べたい。海の生き物を守るためにゴミ拾いをして海をきれいにしていきたいです。毎日違う環境で遊んで、日頃とは違う変化を見せてくれる自然を存分に楽しんでいただきたいなと思います。子どもたちは自分たちの手で生き物に触れ合うことで、生き物の命の大切さ、そして海を守っていくことの大切さについて学んだのではないでしょうか。